皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいた車両をご紹介したいと思います。今回ちょっとカメラマンが休みなんで、僕視点 FPS 視点でお届けします。じゃあボンド大宮店長富山さん、お願いいたします。こんにちは、ボンド大宮富山でございます。今回ご紹介させていただくお車が、これ C63S ではないんですか？ S エディション1クーペです。エディション1クーペなんですか？そうです。なるほど。今回はどんなカスタマイズをした感じでしょうか？今回あの元々のボディ色が白なんで、あのフルラッピングでマットブラックに。これ元白なんすか？そうです。ラッピングで真っ黒黒になってんすか？これそういうことです。すごい、ラッピング感が全くないですね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗に貼られてますね。あとはまあそれに合わせてメッキ部分はまあもちろんブラックアウトして、はい、あ、なるほど、うん、エンブレムとか、はい、あとこのグリルとか、はい、その辺ですね。そうですね。なるほど。あれ、これあ、この辺もか。あとヘッドライトも若干黒いですか？フィルムです。あ、なるほど、はい、黒くしてあると。はい、めちゃめちゃいかついですねこれ。かっこいいですね。欲しい。あとはどんなカスタマイズを？で、まあ、ホイールがハイパーフォージド、はい、前後20インチで、今回はこの間カブリーは後ろ21作ったんだけど、今回は前後20で、まあ、結構よく、まあ、よく走るお客様というか。あ、なるほど。なんで、まあ、あんまり極端に扁平にせずに。純正が1920でしたっけ？そうかな、そうそうそう、はい、であえて今回は車高は落としてません。あ、これ車高落としてないんですか？落としてません。それはガンガン走るために。そうです、そうです。あえて落とさないと、はい、じゃあもうタイヤのセッティングが重要になってくるわけですよね。そうですね。で、組み合わせているタイヤが255-3020と、はい、後ろは285-3030です。これタイヤチョイス一歩間違えるとノーマル車高だとダサくなっちゃいますからね。そうですね。なるほど。そんなのが履かせてあると。はい、はい、あとまあ外は、はい、まあ、あ、これドアノブとかももちろん全部マクロクロになってる。そうです、そうです。メッキ類はそうですね。そして外はまあ言ったらまあそんなとこになりますけど、これあのトランクの内側とか。うわ、全部ラッピングしてあるんですね。じゃあ全部ラッピングです。あ、これもちろんドア開けたとことかも。で、唯一ちょっと前回りだけ、あ、ここが名残が、はい、で、ちょっとどうしてもやっぱ熱が入るんで。あー、なるほど。このボンネットの内側は向いてない、まあ、張っても、まあちょっと剥がれたり。あ、なるほど。なんだろう、このフィルムがたわんじゃったりとかするだろうっていうところで、ちょっと前回りだけはまあ勘弁してもらいましたってお客さん的には貼りたかったポイント。もちろんもちろん。なるほど、はい、もう本当ね、ボンネット開けないとラッピングって分かんないですね。そうですね。そしてエディション1ということで内装、これめちゃめちゃかっこいいですね、はい、かっこいいですね。で、これ内装は、まあ、もちろんそのエディション1で、まあこの黄色のダイヤステッチがもともと入ってるんですけど、ステアリング、はい、これ作りました。あ、これも作ったんですか？エディション1に合わせたカーボンステアリング。あ、このステッチも黄色 で、 そうです、ね、センターマーキングも黄色で、そう、トップイエローラインの、D シェイプ、ガングリップで、イエローのユーロステッチ。なるほど。で、これちょっと細かいんですけど、はい、このカーボンの後ろに実はここにボコボコと、こう、わかるかな。あ、ちょっとわかります。そうそう、この、はい、形も変えてるんですね。じゃあ指が引っかかるようにあえてこうボコボコを作って、
こうなんだろうな、このステアリングが戻るときにこう手からポンとこの外れちゃうとか、はい、まあ、なるべくそういうのがないようにちょっとまあ工夫もなるほどしてあります。へえ、社外感ないっすね、まとまりが良すぎて。ないっすね。もうステアリングはもう、うちでもグループ全体で何本作ったか分かんないですけど、まあまあまあそうですね、はい、ゲレンデとか C クラス S クラス、そうですね、はい、その辺ド定番ですけど。でまあちょっとこのお客様はまあいつもこう憎い感じで作らせてもらってるんですけど、この実はこのフロアマットも、はい、それかっこいいっすね。エディション1は、まあ、これちょっと下に引いたままなんだけど、あ、これは取っちゃったか。周りはないんですよ。中にこの AMG とかこうイエローちょっと入ってるけど、これに関してはちょっと AMG のロゴは入れなかったですけど、ちゃんと純正のポッチがはまり、はー、そしてこのちょっとこの毛足を純正に伸ばした、はい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 、だいぶ長いっすね。そう、倍ぐらいあります。そうですね、足にも優しい。あ、なるほどこれ純正だとじゃあ縁が黄色のってないんですね。縁黄色じゃないんだよね、縁黒で。なるほど、じゃあせっかくなんでってことで。そうですね、黄色い縁のマットを作り直して、はい、毛足も長くしてあると。そうですね、だからちょっと黄色いアクセントを増やしたっていうのかな。なるほど、これでも言われないと本当にこれオプションでこんなのあるんですかって感じですね、うん、はい。そしてこれ純正のフロアマットなんですけど、はい、このまあステッチが黄色、あでまあ一応 MG が入って、はい、まあ、MG をねちょっと勝手に僕たちが作るわけいかないんで、 MG のロゴはまあ入れなかったって感じなんですけど、まあ、純正だともうこういう形になって。確かにもうちょっと黄色欲しいですね。そうそうそう、黄色が弱いかなっていう感じだったんで、まあ縁をこう全部黄色に作り直したと。そうで、こうやっぱ純正、まあ、かっこいいけどこう毛足が短くて、はい、やっぱその傷っていうか、はい、でもこう擦れたなんか跡がやっぱりこう後々やっぱ取れないんで、はい、だったらまあちょっと毛足長くて柔らかいもの作ろうということで、はい、そしてこれも保管しとけますしね。そうですね、はい、まあ、リセールの時にはですよね、綺麗なまま出せますよっていう、はい、なかなかそういう限定車のマットとかって後で買うって言っても大変ですからね。そうですね、まあ、あとはまあレーダードラレコ、まあ、いつものメニューで、その辺の必須メニューもしっかりついてて、ね、まあ、まああとこのパドル、ああパドルも大きくなってるんですね、まあ、地味に言ったら、うん、でもこれはガンガン走るお客様ならではなパーツじゃないですか。そうですね、デカパドルは、まあ、あとはまあドリンクホルダー、はい、これ専用のやつですよね。そうです、そうです、フィッティングバッチリの。そうです。なるほど、じゃあもう本当に実用性も兼ねてしっかりカスタマイズしてある感じ。そうですね、今の車は。はい、で実はまだ途中です。あ、そうなんですか。はい、でこれからシートベルトもイエローにします。あれシートベルト黄色じゃないんでしたっけ。これ黒です。あ、あそうなんですね。なるほど、まあこれに加えるとしたらまあベルトはまあ黄色でもいいかなっていうとこなんで、はい、なるほど、そんなこともじゃあお任せいただけるんですね。はい、それでもまだ途中なんです。あ、そうなんですか、はい、まだやるんですか。これからボカが来ます、ね、あ、エアロも入れるんですか。エアロも来ます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。オーナーさんありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、カスタム最中なんですね、ま、そうですね、ガンガン乗って、まあ、追ってレポートしていく感じになると思います。了解です。はい、じゃあもう C クラス C63 のカスタマイズはぜひボンド大宮にお任せください。お任せください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました、はい、ボンド大宮でした。